今 JAL のどこかに参る搭乗便決定というメールがタイトルだけ見えました。はい、どうする？じゃあ広島、大阪、高松、三沢、青森の三沢、どこかな。できれば三沢以外だといいな。寒いし雪だし。はい、じゃあ開けます。三沢三沢どこかにマイルでね、うん、ここって言われないと絶対行かないでしょ人生でも。確かに三沢行こうと思ったことないから、うん、青森初めて行ってきます。はい、一人で。はい、では青森に行く日にゴン。こんにちは、素人旅のさやかです。私は今青森県の八戸市におります。どこかに参るで、青森県の三沢空港が当たったので、ちょっとバスで1時間ほどかけてここまでやってきました。漁港の方まで来てみました。美味しいものを食べていきたいと思います。はい、いろいろ調べたら美味しいと噂のこの漁港ストアに入ってみたいと思います。店内には演歌やら子供の歌が流れてて、とっても賑やかな感じです。なんとこの日は感謝の日ということで、蕎麦が半額でした。こんな感じで蕎麦とかうどんがあります。今日はみなして鍋焼き頼むすけ時間こかかるよって書いてあります。いただきます。うどんがやばいわ。おいしい。めっちゃしょっぱくて東北の味って感じです。ごちそうさまでした。漁港ストアからGoogle マップに教えてもらった道に歩いてるんですけど、結構急な坂道です。はい、むつみなとという駅に着きました。 JR みたいです。ここから鮫江駅まで行って兜島まで行きたいと思います。はい、ではむつみなとから鮫の方に行きたいと思います。ワンマン電車なんで乗り口は一つですね。JR 鮫江駅に到着しました。めちゃくちゃ鮫感が出てます。ということで兜島という島に行きたいと思います。15分ぐらいなんですけど歩いていきたいと思います。はい、兜島に到着しました。漁の船とかがたくさんあって、唐突にこんな感じで山があって神社があります。天気も相まってちょっと不穏な感じがしますね。厚い雲が島の上にかかってて、八戸は冬でも結構雪が少なかったりとか、あとは日照時間も結構東北の北の方にしては長いらしいです。はい、兜島神社到着しました。めちゃくちゃ大量旗が賑わってますね。ではちょっと初詣と行きますか。この島はウミネコの繁殖地としてワンマンバウミネコが来るみたいです。すごいですね。運開き巡りということで島を3周回り参拝すると心身が払い清められ、運が開けるらしいです。これも歩きゃね。疲れた。3周か。時期が来るときっとこの辺にウミネコが大量に来るんだと思います。わあすごい、
めっちゃいい景色。はい、鹿児島神社お参りしてきました。2024年いい年になりますように。美味しそうなソフトクリーム食べてる人がいたので、ちょっとここ入ってみようと思います。ちょっとこの電車の時間が微妙で、2時24分頑張れば間に合ったんですけど、3周回ってたら間に合いませんでした。3時台がなくて4時34分なので、ちょっと1時間以上待たないといけないです。まあちょっと編集して待ちますか。2階めちゃくちゃおしゃれな静かな空間です。この席にしたいと思います。ソフトクリームとココアを注文しました。いただきます。ニコちゃんマークみたいなのっけて可愛い。めっちゃミルキー。カフェが5時までだと書いてあったんですけど、今日はちょっと3時までだったみたいで、ちょっと今路頭に迷ってます。どうしようかな、もうタクシーで行こうかな、こうなったら。ちょっとここから1時間以上また待つのはちょっとしんどいんで、ちょっとタクシーで行こうと思います。めちゃくちゃ大量にお土産がありますね。もうヨーロッパの市場を思い出すような、そんな感じでございます。あとさっき迷子の子を駐車場でうろうろしてたんで届けてあげました。一仕事しました。はい、発色センター行ってきました。いろいろお土産ゲットしたので後で食べます。では急いで200円バスに乗って行きましょう。はい、今回はスーパーホテル八戸長町店かなに来ました。ちょっとすいません散らかってますが、まあ、シンプルなお部屋になってます。かなりユニットバスもコンパクトにまとまってます。楽しみにしていた朝市がやってないみたいで、ホテルの朝食で手を打ちます。1月から3月ぐらいまではオフシーズンらしいので、ちょっともし朝市行きたい方は朝市行ける時期を見て行かれるのをおすすめします。なんかすごい賑わうみたいで、めっちゃねタクシーの運転さんからはいいよって言われたんですけど、2回目に乗ったタクシーの運転手さんからそこやってないよって言われたので、まあ、聞いといてよかったなって感じです。はい、ということで今5時なんですけど、まあ、ちょっと夜ご飯6時ぐらいからお店開くみたいなんで、それまでちょっと休憩します。ということで夜になったのでご飯食べに来ました。この連鎖街っていうのがいい感じの飲み屋さんっぽいで、ちょっと行ってみたいと思います。やけにこのアキラっていうところが評価高かったんで、ちょっと予約してないといけないっぽいんですが、行ってみます。まだ6時ですが、なんか結構人がいます。はい、ちょっと試しに入れるか行ってみたいと思います。今日は予約いっぱいだそうです。さあ諦めよう。はい、八戸で、ね、有名な弥勒横丁に来てみました。ちょっと中行ってみます。こんな感じで結構細い路地にいっぱいお店が並んでます。こんな感じでなかなか長い通りでした。土曜日だからかなかなか人が多いです。生ショーと音をつけました。美味しそう。人生初せんべい汁をいただきました。意外とせんべいがやわやわになってとても美味しかったです。いただきます。だいぶ飲んで酔っ払いました。4杯ぐらい飲んだ気がします。3杯かな。弥勒横丁はなんかゴールデン街みたいな感じですね。なんかママとかこうオーナーがいて、そこにみんな集まって
みんなでワイワイ会話を楽しむみたいな、主にそんな感じのお店が多かったです。ということで、ちょっとその私もちょっと会話を楽しんでみたいかなとも思う。で、酔っ払ってきたので、ちょっとその酔っ払ったテンションを生かして別の店に行ってみたいと思います。私は昨日飲みすぎまして、コンタクトレンズを1ヶ月分だったんですけど1枚どっかに売ってしまいまして、なのでカラコンを急いでドンキで買いました。なんでちょっと目がなんかでかくなってる気がします。うちの兵器こんな感じで何もないんですよね。にぎわってるのは本八戸駅になります。はい、ということで、バスで八戸駅までやってきました。はい、ということで、ここから電車に乗って三沢駅まで行って、三沢駅から星野リゾートのお迎えのバスが来るので、ということで、青い森鉄道に乗って三沢まで行きます。三沢駅着きました。予約してたバスに乗って行きます。お部屋に入ってきました。すごい旅館のいい匂いがします。ちょっと置いてますが、こんな感じで玄関がありまして、大きい洗面台があるのと、はい、まあお風呂が、温泉があるのでシャワーだけついてます。はい、中入ると、あ、温泉に行く時用のカゴのバッグもありますね。助かります、こういうの地味に。あー、いいお部屋、嬉しいな、めちゃこたつというかあります。景色はどんなかしら。あ、駐車場が見えますね。駐車場を見ることができます。こんな感じです。リンゴのラングドシャがウェルカムお菓子でありました。あの部屋以外のその共有スペースの楽しみ方がめちゃくちゃいっぱいあるので、ちょっと全部は回りきれないかもしれませんが、ちゃんと楽しんでいきたいと思います。リンゴジュースが出る蛇口があったりとか、持ってってけろ、持ってってけろっていうのはアメニティがあるところみたいですね。この辺ちょっと行こうかな、楽しみ。こんな感じの酒場もあります。バーが青森のお酒がいろいろ飲めます。1杯500円で釣りよ、すごい。ねぶたが、ねぶた、この浮き場がお風呂ですね。お風呂入ってます。夢のようなリンゴジュースが出る蛇口があります。何でもいいよ。めちゃくちゃ美味しい。一万馬灯籠回廊になってます。そういう馬さんね、確かによく見る。ここがご飯会場ですね。私は5時半にしました。めちゃくちゃ広いビュッフェ会場。デザートもめちゃくちゃ充実してます。アップルパイ美味しそうだな。はい、取ってきました。めっちゃ美味しそう。とりあえずこれだけ、お刺身とせんべい汁と、このおすすめって言われた炉端焼きですね。あとは長芋のニンニク漬けとホタテ揚げたもの。あとこれがマグロの漬け丼でトッピングしてみました。やばい、めっちゃ美味しそう。天ぷらです。エビと姫ニンニクとリンゴの天ぷらがありました。いただきます。ご飯なんですけど、めちゃくちゃ種類があって、その炉端焼きと、あと天ぷらと牛肉ステーキがなんかこう
その場で焼いて出してくれるみたいな感じで、めちゃくちゃ美味しかったです。いや、普通のご飯もすごい全部美味しくて最高でした。明日の朝ごはんも楽しみです。でですね、私昨日あの店に行った後に2軒目で、なんか2軒目名もなきおでんって書いてある店に入ったら、なんかおばちゃんとおじさんたちがなんか話してて、やってるんですかこれはって言ってちょっと笑われて招き入れていただきました。まあ普通になんかママみたいな人が営業してたんですけど、でなんか帰る時にいろいろお皿をなんか出すのとかを手伝ったからママにこれ持ってきなさいって言われて、コーラなんか3缶ぐらいいただいたんで、これを飲みながらちょっとのんびり、あのねぶた祭りまでちょっとのんびりしようかなと思います。乾杯。ああコーラはやっぱり美味しいですね。はい、ではこれから事前に予約してた道の区祭り屋に行きたいと思います。楽しみ。階段のところもめちゃくちゃかっこよくなってます。すごい、わーすごい、道の区祭り屋やってきました。私は S 席で1800円でした。うわぁ、すごい迫力。めちゃくちゃ広い会場です。はい、ということでねぶた祭り、道の区祭り見てきました。めちゃくちゃ、あれが1800円って、あれが1800円っていうのは結構安い気がします。というかまあまあね、宿泊者限定だから、まあ、宿泊料金が高いっていうのはあると思うんですけど、しっかり1時間ですごくドラマチックな内容で面白かったです。お祭りの出し物がやっぱり想像以上に迫力があるなと思って、あの実際に夏に行ってみたいなってすごい思いました。なんか青森すごいハマりそうな気がします。面白いです。よかったな。美味しそう。リンゴさん買ってきました。リンゴカレーみたいで、めちゃくちゃリンゴいっぱい入ってました。リンゴと、あと海鮮丼ですね。お茶漬けにして漬け丼もできるみたいなんですけど、一旦このままでいただきます。あとは美味しそうな、なんかつまみのようなおしんこたちも取ってきました。美味しそう、いただきます。はい、あー最高。もうね、一人温泉いいっすね。めっちゃいい。まあ、ここの親がいいって乾杯。はい、生き返る。最高。まあ、ちょっとね、ご飯の時ぐらいかな、寂しいのは。で今ゆうたくんが一緒にいてももちろん楽しいんだと思うんですけど、一人での楽しみっていうのもあって、こう気ままにね、お風呂入ってとか、なんだろう、相手の時間に合わせたりとか、相手のペースを考えたりとか、相手がどう思ってるかなとか、そういうのを考えずに行動できるっていうのはもう最高です。まあそういう気を使ってね、二人で楽しむっていうのはもちろんあるんですけど、あーもう一泊したい。
テーマパークみたいな感じだったんで、宿自体がもうその世界に入り込んでずっとそんな感じだったんで、挨拶一つとってもお晩でございますとかね、こう私は福島なんでわかるんですけど、こんばんはみたいな、そういう言葉とかちょっとした訛りとか、やっぱりそういうのをこう聞けるっていうのはその土地ならではだなと思うので、青森に浸れた一泊だったかなと思います。もうまたこのために頑張ろうって思う。なんかでもそんな、なんか違うんだよな、この宿に泊まりたいから頑張ろうっていうのもありだけど、なんかでもそれだとさ、なんかマイナスマイナスマイナス貯めてプラス買ってるみたいな、なんかそういう感じじゃん。なんかもうちょっと違う生き方しとくない？なんかな、もうちょっと違う生き方というか、はあ、じゃあそろそろ準備しますか。はい、無事チェックアウトできました。3時の空港行きのバス予約してるので、それまでこの周辺を散策してみたいと思います。ちょっと雪がちらついております。ぐるっと回ると3、40分かかるみたいです。ここにはお馬さんがいるみたいですね。ふれあい牧場があります。ふれあい牧場、キララとウルルちゃん、餌を与えないでねって書いてある。タイ語で、タイ語で餌を与えないでねって書いてある。餌を与えないようにしましょう。持ってないけど、こんにちは、お食事中すいません。お腹パンパンだね。あ、すごい髪の毛縛ってある。おしゃれだね、かわいいね、おいしいな。こちらが南部マガリーヤっていうレストランみたいですね。朝ごはんと夜ごはんがこちらで有料で食べられるみたいです。あ、ポニーのお家、のれそれちゃんです。ポニーちゃん、のれちゃん、のれちゃん、それちゃん、あ、私それちゃんに会ったよね、朝昨日のチェックインするとき。なんか馬より全然ちっちゃいし、ガシッとした体型でかわいい、撫でくり回したいわ。はい、浮き見堂ということで、湖の中にポツンと浮いたお寺なんだろうね、お寺みたいな感じになった。これ夜はライトアップされるみたいです。 ただ夜歩くのちょっと雪もあって凍ってもいるし、ちょっと危なそうな気もしますけどね。でも雰囲気すごい良さそうです。はい、では足湯があるので入ってみたいと思います。こんなに人はいないみたいな。結構あったかくて気持ちいい。では青森出発します。楽しかった。